さん、こちらが鹿児島県で唯一のスタミナ太郎カロヤ店です。残念ながら今日で閉店ということで、鹿児島からスタミナ太郎がなくなってしまいます。では最終で行きましょう。さあ中に入ると待合所と、そしてこのガチャガチャゲームが2台。僕はスタミナ太郎のことを食のディズニーランドと呼んでます。やば、これ今日全部無料だ。最終日なんで無料です。全部ドリンクバー、すごい寿司コーナー。わお、お寿司いっぱいだ。焼肉コーナー、すごい。お肉いっぱい。焼肉いっぱいだ。すごいすごい。このお肉たちももう鹿児島県では見れません。ガンガン焼こう。おはい、寿司。はい、カレーにコーンスープ。はい、たこ焼き、唐揚げ、スパゲッティ、ポテト、焼きそば、春巻き、チャーハン。これ、イベントラーメン自分で作るんだ、これ。はい、ラーメン出来上がり。クレープできました。美味しそうだ。あ、来て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 、あ、来て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 、あ、来て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 、あ、来て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 、あ、来て来て、おー出た、おー出た、おー出た、出たね。食べました。ごちそうさまでした。お腹パンパン。さあ、せっかくなんで最後のクレーンゲームやりましょうか。全然力弱い。あ、スタミナ太郎金谷店さん、23年間お疲れ様でした。これで鹿児島からスタミナ太郎が消滅します。ついにスタミナ切れか。